なのでちょっとコメントはですね今日はなかなか読めないんですけれども、あの一応ここに出てるので、はい、2人とも見て目では見てます。口でねなかなか反応はできないんですけど、うん、目では皆さんのコメントを読みつつ歌詞も見つつ楽しく歌いつつ配信をしていけたらなと思うので、皆様と一緒に曲を楽しくイエイイエイウォーウォーしていけたらと思います。思います。髪切ったらって髪切りました。髪前髪切りました。前髪ね頑張ってね、こだわ切りすぎちゃった自分でねちょっと調節してるんだよね最近ね。そうダルマシャンゴーナーハートもありがとうございます。ではこんばんは。こんばんはもうすぐ歌ってくそうですね。そうですか。じゃあまず最初に毎回、はい、ちょっと大きいかもしれないけど皆さんイヤホンの方は気をつけてね。だから最初は、はい、お、ひめくまちゃんもありがとうございます。ひめくまちゃんありがとう。ひめくまちゃんって可愛いね。なんかねディズニーのさアラジンのさ姫、うん、ジャスミンとかそっち系の、うん、インド系の姫。インドなの分かんないけど、そう可愛いですよね。可愛い。では早速カラオケを始めてゴー。
イエーイ、ありがとうございます。さあ、じゃあ続きまして、はい、続きまして何歌いますか。てんてん、歌える曲があったらストップ言って。これ、うん、暑いね、めっちゃ暑いね。オープライ、オーキードーキー、オーキー。
ドキドギドギ与える許可ありますか。ちょっとお茶飲みますか。ありがとうございます。飲んでください。あつ今日も暑いですね。あ、そういえばアジサイを見ました。アジサイを見ました。はい、アジサイ、うん、アジサイ、アジサイって綺麗だよね。うん、めっちゃ夏曲が続いたよね。本当だ。うん、じゃあ次行きます。僕は不器用だよ。
歌える曲があったら言ってね。うん。それか1番2番で分ける？ああ、いや、いきます。いける？オラバル。お気に入りだ今春の風に髪揺らしいつもの坂道を一人で走ってくる風船を装ったすれ違いの一瞬に切なくときめいて心臓が止まりそうだよ知らない野花に惹かれて倒ることもなく遠くから眺めてるこのまま枯れずに咲けばいい青空片思い恋は空の下で生まれるんだ芽生えた愛しさは太陽が育てる心に日向があるように君と歩くそれだけで幸せになれるよ僕は君が好きだ大好きだ君がもし下を向いて歩いてたら僕まで落ち込んで気持ちが暗くなるよ通り過ぎる瞬間声に出さず吐けば飛ぼう明日は微笑んで坂道を登ってほしい朝露に僕はいつだってここにいて盾になる味方の一人でいるから誓いは片思い君は知らなくても変わらない誰かの眼差しはなぜだか温かい誓いは片思い何も求めてなんかない巡り合ったその奇跡が僕には宝物さ君は君のままで大好きだこんな空の下で生まれるんだ芽生えた愛しさは太陽が育てる青空片思い
心に日向があるように君と会えるそれだけで幸せになれるよ青空片思い僕は君の空になりたい見守っていること気づかなくていいよ青空片思い見上げてくれなくてもいい君のことはいつだって僕から見えてるから君とすれ違って愛の意味を知ったありがとうオーラマルみたいな空から浮いてる感見守ってる見上げてくれなくてもいいよ僕から見えてるからオーラマルそういうこと繋がってたんだオーラマルじゃん完璧な瀬取りじゃんそのたまたまにも程があるほどの完璧な瀬取りでございましたオーラマルいつも見守ってくれてありがとうハモサイクトーモイってさあれだねめちゃめちゃ最後サビが続くんだ ね青空かと思いがめっちゃ出てきたもんね、うん、さあ続いてはちょっと休憩しますかそうしますか一旦休憩しますか休憩じゃあオラマルとの思い出を話しますかオラマルとの出会い出会いはスウェーデン出会いはスウェーデン街っていうかね本当に目が合っちゃったんだよねオラマルと、うん、一目惚れしてしまいました一目惚れしちゃいましてこれはうちに連れて帰るしかないよねって言って、はい、連れて帰りましたもうたくさんのオラマルの仲間たちに見送られてねオラマルね、うん、本当にいいやつなんだなって本当にね本当にあの仲間人柄が分かるよねすごいみんながすごくつぶらな瞳でオラマルのことを見送ってくれ て、ね、本当にあの光景をね今でもちょっと怖いほど立ってるね、うん、うん、忘れませんはいでね、あの圧縮もしたしね、うん、そうやっぱいろんなところに一緒に一緒にね、旅行とか行ってそう、あとあのオラマルはね、あのソロデビューもしてますからそうですね、本当にダッチもホッツすごいよねブユーテン、ブユーテンみたいな感じのなんだっけ、なんだっけちょっとまた思い出しましょうね、はい、一緒に寝たりもしました、はい、あ一緒に寝たりしましたただ枕にもしたりしましたはいちょっとお腹の高さがちょうどいいからねお腹の高さ割とぽっこりされてるから割といい感覚割とぽっこりされてるから本当にねあのちょうどいいんだよねピッと、うん、フィットしてフィットするよ、ね、私もここにこう抱いてる時にあ分かる分かるね、ありますよね、うん、いいですねあと何かありますかあと何ですかねあとはうん、まあ、あでもあの CM に出られてますからオラマルはそうですすごいですよね本当に CM ですよ CM 多彩ですよねオラマルに美味しい焼肉連れてってもらわないといけないですねはい、いろんなポーズも撮ってくれてモデルもできちゃうモデルもできちゃう CM でね演技もできちゃうすごい演技もできちゃうねビジュアルもいいっすビジュもねたまにちょっと眉毛ボサボサだけどたまにちょっと眉毛ボサボサな時あるけどな、はい、まああれもねもしかしたらあの流行りのセッティングセットなのかもしれない、ね、ちょっとこううねっとこうそうやるところがオラ、うん、何時まで歌いますかね一応8時ぐらいかなっていう予定だけど、まあ、ずっとこう歌うわけじゃなくてこうやってたまに喋りますはい、では次の曲いきますか。はい、休憩になりましたか。休憩になりましたか。じゃあ一人一人歌いますか一旦、はい。そうしましょう。そろそろてか青空かと思えばやっぱ一曲目じゃないとダメだね。確かに。これ制服のすごい低くなっちゃうから。
じゃあ、あかねが歌えない曲とか、あのね、はい、あれね、カノン、あかねがソロで歌える曲もあるので逆に、はい、じゃあ歌っていこうかなと思います。大丈夫です。どれ、あ、これ、こっちの方がいい、うん、オッケ
どれ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 、ん、何でもいいよ、そこは押せない。ウィンブルドンでオラムと一緒に天国に連れてってどういうことよ。ウィンブルドンってさ、どこない、どこの国。ウィンブルドンはあれ、いいですか、つけてもいいですか。いいですよ、それはないんじゃない。おおお、ちょっと待ってください。それですね、はい、いきます。久々
あーまあ何点かな、じゃじゃーん、あーいいですね。さあ続いてはじゃあ何歌いますか。ソロですか。うん、どっちでもいいですよ。一緒に歌いましょうか。どれにしましょうか。さっきこの辺まで行った、ここまで行ったね。ここまで行った。ここから何か歌えそうな曲ありますか。これは違うでしょ、ソロでしょ。二人で歌う。やべ、いい、これでしょ。どれ、あ、これ行きますか。ちょっと待って、え、さし、こう、オッケーオッケー、はい、行きます。はいはい、くるよ。はい、どんなものにも色があるよ。希望という名の未来の向こうは青い帯びてる。世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思って、心が沈んで真っ暗な夜でも黒い脆弱には色があるんだ。壁と天井にぼんやりと浮かぶ不安なオレンジ。こんなに仲良くしてたのに、友達以上にはなれないなんて、見過ごしたときめきを。僕たちの関係は一体何色だ。大切な存在気づかずにいたけど、目が合った瞬間引き込まれてる。落としてしまう。二人ずっと見えなかったよ。そこに愛があったなんて叫び続けてた愛中。僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく。さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。君も僕も今は似てる愛の色はどんな色か。
ございます。ありがとうございます。エコーがすごかった。ありがとうございます。さあ続きまして、いいと思いますいいと思いますいいと思います。いいんじゃない、まあ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 いいか、それもあり、泣けなくもない、いいんじゃない、まあ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 そうか、よくもない、よけなくもない、おお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 おしたくないけど、そんなに長いハグは必要なのか、なぜか僕の器がちっちゃく見えて自己嫌悪だよ、そんなことないよね、一時か万時期には楽しく生きるだけ、今さら何もないってことは、そりゃあ僕だってわかってるんだけど、気を使え、そこでそういうのがよくない、だからよと思ってた、言ってしまったら僕の負けだ、きっと言わなかったよなんて誤解をしてしまうだろう、嫌いなところも飲み込んでオーライ、直してほしいことでもいいし、じゃあカノンからね。え、うん、カノンから直してほしいこと、
直してほしいことじゃなくてもいい、okay. そういうとこあるよねって思うところ、うん、カノンが思う妹若菜のそういうとこあるよねって思うところは、はい、友達と喋ると喋り方が変わるデレンイエーイ、はい、友達とおしゃべりを、まあ、遊んできたりとかするじゃないですか遊んでくると帰ってきた時に家でも「えっだよね」とかちょっとね変わるんですよ。ほう、なんていうのかな、あと何があるかな、よく何だろう、あ、一回スヌパパさんに「それだ」って言っちゃいそうで「それだ」って言っちゃいそうだったから「うんうん、それ」って言った瞬間「それ」ねえ、それだって言っちゃいそうで、ね、友達の感覚ね、そう、それねえねえってなったわけだ。さあ、そうですね、あるあるですね、そういうとこあるよね。うん、じゃあどうですか、お姉ちゃんのあるある、うんうん、1ヶ月に1回くらい、なまた何言うの、大丈夫、言って大丈夫なこと、カノンの、うん、安全は保たれる、安全は保たれる、家族でいる時だから1ヶ月に1回ぐらいテンションがすごい日があ る, がある、びっくりするぐらい高い日がありますありますね、超上機嫌な時がある、ありますね、もうなんか夜中の3時ぐらいまで2人で大爆笑みたいな、え、何言っちゃったみたいな、やばいみたいな、そうね、おかしくなる時がある、なんかクラブ帰りかなっていうぐらいのテンションで、行ったことはないけどクラブは、なんかそういうパーティーとか何かすごい、なんかディズニー行ったとか、うん、夢の国帰りかなってぐらいのテンションで盛り上がる時があるよね、うん、カノンがね、はい、びっくりした、1ヶ月に1回ぐらいって言うからさ、なんか何を言うのかなってめちゃめちゃ緊張したわ。そうそうそう、酔ってないのに酔ってるでしょうって、うん、ね、結構ね、昼から前から言われてたよね、そう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 、昼から昼から夜の3時ぐらいまでずっとテンションが上がりっぱなしでずっと笑ってるみたいな、びっくりするぐらいうるさい時がある、うるさい時が正直なの、いや楽しい、でもそうそう、最初のうちは楽しんでるのよ2人でね、で途中で急にスイッチが切れてちょっと皆さん情緒が不安定なわけじゃないから、不安定だけど、なんていうの、病んでるとかではないですからね、単純に面白くなってそう、急に静かになっちゃう、すごい楽しくなるんだけど、単純に疲れて笑いすぎて、もうすごいはしゃぐから疲れすぎて、急に冷静電池がなくなってパタッてこう、常に0か100みたいなだけであって病んでるとかじゃないですからね、うん、そうで、ハッピー、そうそうそう、だからね、最初のうちは一緒に盛り上がってくれてんだけど、途中から引き始めるんだよね、若菜のカノンのこと、お姉ちゃんやばいよみたいな、カンカンやばいよみたいになって引き始めて、で戻ってきてくれた頃にはカノンがもう疲れてる、はい、そういうとこありますね、はい、なんか MC みたい、公園の MC でしょ、違うの、違う、公園の MC みたい、そういうとこありますよね、ああそういうとこありますよね、それでは次の曲に行きましょう次の曲どうぞみたいな、どれにしますか、じゃあ次の曲、はい、どれだっけ、これが難しいんじゃない、あ、うん、これは難しい、うん、これ歌えるかも、ここどういうふうだっけ、家族や友達、雨雲が空を覆って、ナイフが遠すぎる、あ、これ歌います、歌いますか、ちょっとだいぶネタバレしましたけどちょっと続いての曲いきますよ、あれお願いします、曲振りですか、あ、サポートを、あ、サポートお願いします、曲振り、はい、曲振り Q 出してくださいってことかと思ったあれお願いしますって、はい、はい、曲振りしとく、曲振りしときますか、はい、それでは
皆さん今日はね2人のそういうとこあるよねっていうところを知れたと思うんですけれど、これからもすごいこれからも2人のいろんなそういうとこを見つけていってほしいなと思います。それでは続いての曲聴いてください。微笑みのポジティブシンキング。希望よ私を連れて、光よ地面照らしてよ、そう今いる子
お水飲んでください。 お茶ないけど。やべ、1時間だと今なんだよね、うん、いつもあの延長しますっていう時間ですね。今日はたっぷり撮ってありますから。そうです、延長2時間半です、はい、電話ばかかってきません。そうですね、安心してください。どれを歌えるかな、うん、これなんだっけ。ああ、これ歌います、歌いますか。ちょっともうちょっと1人で歌う。確かに、どうする。2人で歌う。はいはい、サビというちょっと歌詞で。はい、皆様見に来てください。ありがとうございます。はいはい、いけそうですか。はい、ではI'm not afraid to die.
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい歌ですね。いい歌ですね。MC しますか。MC しますか。はい、すいませんね。2588日とは聞いて約何年ですか。8年じゃあ7年くらい。計算したら出るかな。ファンの方知ってるか。調べません。2588÷3。もう大体588÷365。7年くらい。7年ってこと、ちょうど生まれた7年。あ、7歳差だからってこと。そうだね。うん、なるほど。7年。はい、では計算する MC、 計算する MC になっちゃった。なんか大好きかありますか。あ、ちょっとね、しっとりした後にもう一回盛り上がりますか。じゃあ、はいはい、いやいや、どうぞ。Right.
茶飲みます。私も茶飲みたいです。イヤップコヨーツフラグイヤップコヨーツフラグイヤップ。空にする、空にする。これにしようかな。はい、はい、晴れ渡る秋の空、自転車を走らせた国道の脇の道、あと5分間に合うかな、公園の月明かりのあの家まで。引っ越しすると聞かせ、僕は平気な顔で元気でなって、危ないね。月一が来ちゃうんじゃない？気をつけないと。月一？月一のテンションが来たら配信だから嫌だなと思って。何がいいかな。めっちゃ迷う。でももう大丈夫。大丈夫？6月はもう来たから。月一のテンションの爆上がりが。いつ？もう2日に。2日にもう叫びまくったから大丈夫。叫びまくった？うん。うん、あ、
イベントでイベントでもうあれはねテンションというかもう情緒もおかしかった、うん、おかしく本当にありがとうございました皆さん。これあれはねもう本当にすごかった。だからもう大丈夫、あれは超えない。曲何がいいと思う？うん、全然全体の曲でもさ、うん、いいよ、歌える曲でもしあったら少々お待ちください。はい、すげえいい。これ歌う、歌う、一人で行く、わからんかったら言ってじゃん。はい、そしたら歌う。はい、セリフは言いますか？どうぞ。お願いします。はい、わかりました。セリフだけ、セリフだけ、セリフ担当でセリフバイトします。セリフ。教室の窓から水のないプールを眺めてた。あの夏の日差しが油ゼミ思い出す。はしゃいでいた友の笑い声遠くに聞こえてくるよ。水しぶき上げてた青春がバカな夕日の手前で影になる。人はI'm not afraid to die.
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。心配ないじゃん、ピヨキューちゃん不安もないじゃん、ピヨキューちゃん言うわけじゃないじゃん、神が置いたよ花咲くじゃん、スーパーしろじゃん、花咲くじゃん、行ってみようじゃん、花咲くじゃん、楽しもうじゃん、今が主だよ、圧倒的なパワーでねじ伏せろ、 Oh yeah ガチ戦、圧倒的に押して倒して、気にしないよ、 No 反省、絶好調、今世最大、絶好調、偶然絶後、絶好調、前人未到、絶好調、このままやり投げろ、旗今さあ上げろ、ビクトリー、ビクトリー、戻らないで止まらないよ、いざ進め、息になってる、いざ進め、調子に乗ってる、いざ進め、勢いだけで、いざ進め、天下を取ろうぜ、ピノキオくん、勝ち進むぜ、ピノキオくん、負け知らずだれ、ピノキオ腹伸びてビクトリー、アンコールありがとうございます。ありがとうございます。まだ終演まで1時間もあるのにアンコールを発動してしまいましたあとね、コメントでね、さっきね、ちょっとね、あの見逃せないコメントがあったはずなんだよね。どこかな、これ歌い始める前かな。あ、なんか戻ってない、もうまだ流れって言って、あ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 、それと前の5月28日僕47歳の誕生日を迎えました、おめでとうございます。ということで、おー5月28日に47歳のお誕生日を迎えたブラボーちゃんの生誕祭を初見さんに超超超ビッグチャンスっていうか、ビッ
めちゃいい日に来ました。生誕祭ができた。生誕祭を始めたいと思います。イエーイ。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー、ビアブラボちゃんさん。ハッピーバースデー to you。ハッピーハッピーバースデー。ケーキのキャンドルを。はいはい、一息で、はい、ということで お名前はブラボーちゃんでいいですかね。いいんですね。ハッピーブラボーちゃんでいいですか。大丈夫かな。ブラボーちゃんのいいですね、はい、ちょっとコメントが難しいかもしれないので、まさかの展開だからね、はい、勝手にやらせていただきます。せーの、みんなでみんなで歌いますよ。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアブラボーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。今日はここでカンからお手紙が、ある方からある方からお手紙が届いております。おお、誰だ誰だ。それでは読ませていただきます。ブラボーちゃんさん、47歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたもお誕生日じゃないよ。ブラボーちゃんの気持ちで、ブラボーちゃんの代弁、はい、分かった。真剣にやるから、ちょっとおめでとうございます。夜遅くにやる韓国語配信だったり、時々やる妹との配信だったり、また劇場公演などなどお待ちしております。この1年がブラボーちゃんにとって素
敵な一年となりますように。 SK48 チームイン沢田香音より、ありがとうございます。あとで渡しますね。今ちょっとあれなので鼻かむりもありますし、はい、ということでありがとうございます。ということで、はい、ブラボーちゃん、ブラボーちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは、今のお気持ちだったり何かございましたらコメントしていただけたら嬉しいです。あ、私昨日の初めもう本当にね、これはね難しい問題ですね。生誕祭が渋滞してまして、ちょっとあの当日のお祝い、当日のお祝いになってしまうんですけど、すいません、いらっしゃった、出てきづらいよねこんな時にね。まだいるかな、昨日誕生日お祝い、お見てた見てた、これどこどこ、違うよ、それはそっか、なりすまし、あ、なりすまし、うん、じゃんけん復活してほしいだって。あ、おお、久々の、はい、ということで約3ヶ月ぶり、最後に最後にまずじゃあブラボーちゃんの生誕祭をみんなでおめでとうと言って終わると思います。はい、それではいきますよ、せーの、ブラボーちゃん お誕生日おめでとう。じゃあちょっと生誕祭が無事終わったので、はい、もう一人の生誕祭いきますか。はい、はい、それではここで6月8日にお誕生日を迎えました。マークのおじさんの、あ、ちょっと見てなかった、マークのおじさんの生誕祭を行ってもいいですか。いいですかね、生誕祭ちょっと渋滞してるんだよね最近ね、はいはい、あるあるですよね、うん、やめてだって、やめてなの、じゃあやります。じゃあ段取りがつかめましたのでね、はい、はい、とことんとととそれではここで6月8日にお誕生日を迎えた、あ、53歳だ、53歳のお誕生日を迎えたマークのおじさんの生誕祭を行いたいと思います。イエーイ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアーマークのおじさん、あれ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルをうっうっひとけてさあふきけさよさあふるる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 、ハッピーハッピーバースデーディ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 、あ、待って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 、ディ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 、さあということでマークのおじさん、お顔はこっちですか、こっちですか、あ、こっちですね、わかりました。それでは名前は何がいいですか。お名前なんてお呼びしたい、してほしいですか。なんて呼びしてほしいですか。じゃあん、53歳プープーってだって本当にもうカノン、そんな風に笑ってないからね。じゃあ53歳プープーっていきますよ、はい、いきますよ皆さん、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、
Happy birthday to you. Happy birthday dear 53歳パプッサー。 Happy birthday to you. おめでとう。パチ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 。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではここである方からのお手紙が届いております。では読ませていただきます。53歳ププさん53歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。リアクションの代行ね。お手紙の代行じゃなくてリアクションの代行って書いて、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。いつもカノンのルームに来てくれてありがとうございます。名前がとてもたくさん変わりますが、その一つ一つにカノンへの愛を感じてとても嬉しいなと思います。一時期は 84.7というヤッコファミリー研究生のようなそんな時もありましたね。その時からたくさんの山も谷も谷も嬉しいこともいろんな気持ちを一生にこの配信やいろいろなものを通して活動を通して過ごしてきたことすごく覚えています。晴れてヤッコファミリーに昇格してからは本当にますますの応援をありがとうございます。いろいろな思い出がありますが、楽しい思い出もたくさんありますが、これからさらに楽しい思い出を一緒に作っていけたら嬉しいなと思います。本日はこのようなお手紙という素敵な機会をいただきまして、生体院の皆様本当にありがとうございます。53歳SK48 君空高の何でもいいですよ。もう何でも一言でもね、やっぱ重みがありますから。うん。うん、何でもね。今日限定。
これからはくるみ推しとして頑張りますだって。お手紙破ってこようかな。お手紙破ってこようかな。ちょっとどうしようかな。これ取っちゃおうかな。はい、ということでちょっとお手紙はね、はい、無事かどうか分かりませんけど、ね、まあくるみも可愛いですからね。うん、うん、可愛い。 お手紙は知らないですよ。 どうなってるか、どうなってるかね。もしかしたらもうトラカーってなってるかもしれないし、もう分かんないけど、トラックに分かんないけど、まあ、くるみも可愛いですからね。嘘です。ということで楽しませてくれて、いつもコメントでもね楽しませてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうそんなね、ジョークだよねきっとね。うん、そうね、ジョークも言えちゃうような、冗談もね、ね言えちゃうような関係ということで、とても嬉しく思います。ありがとうございます。それでは最後に53歳ププさんお誕生日おめでとうで終わりたいと思います。それでは。せーの、53歳ププさんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。半分本気とかやめてよ。もう死なないよ、死なないよ。はい、誕生日おめでとうございます。良い1年に、ね、なることを祈っています。はい、ということで、ちょっと貴重な時間だって、いや本当にカノンたちがね好きでやらせていただいているので、あの本当に皆さん苦情はこちらまで苦情はこちらまで、本当にこちらこそあの楽しませていただいてありがとうございますからね。もうめっちゃ楽しかったよね、うん、この生誕祭。まさか生誕祭まで再現するとは ね思って、しかもダブル生誕祭なんて史上初めてかもしれないですよ。本当に貴重な夜となりました。では続いて曲何歌いますか。ですね、おおびっくりした。ありがとうございます。でもこうやってさ、あの楽しん、まあその楽しんでないとは書けないけどさ、もちろんコメントでさ、あの楽しんでくれるっていうか、ここコメントでさ、うん、盛り上げてくれるヤコアミって素敵じゃない。本当だよね、うん、それは本当に思う。本当に最近思うわけよ、配信してて、うんうん、みんな楽しませてくれてるなっていうところもあるなっていう、こっちも配信してて楽しくなっちゃうよな。これ素敵だよね。今入ってきた、おかえりなさい。一緒に楽しめたら素敵だよね。では続いての曲歌わせていただきたいと思います。聴いてください。出会いもあれば別れもあるさか、何
めっちゃなんか引っかかっちゃった。オッケー。はい。さあということで一旦ちょっとつないどいてもらってもいいですか。つなぐ。つなぎます。はい、お願いします。はい、つなぐ。はい、頑張ります。はい。カノの悪口を言わなければ大丈夫です。コメント。はい、カノの悪口と、はい、ユコファミリーの悪口と言わなければ大丈夫です。わかりました、はい、ちょっと繋いでおいてください。歌ってても大丈夫です。質問をください。はい、変なこと言わなければ全然大丈夫です。答えれる質問、はい、よろしくお願いします、はい、では、はい、お願いします、ね、すいませんね、すぐ戻ってきますね。びっくりしました。できる？やめとくか。いいよ、それでも。ラフってします。ぶつかっても知らないよ。わかった。場所を整えていかないと。それなら、はい、まさかの。フラフープするって言われて。ちょちょちょ、危ない危ない。はい、こうして一回一回試して、これ絶対見ない。これ、はい、これここよ。こうしてで、こうだと
はい、行きますね、行きますね。ここで、ここに立てていただければいけます。まさかですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、急いでもらってまいりますので。はい。ちょっと出たかもしれない。え？わかりますね、はい、終了したいと思います。思ったよりも難しいですね。すいませんね、はい、質問をください。とっても難しいです全然できませんでした。あれ、何だったの。いや、小学校ですいませんね、いえいえ、ありがとうございます、参りくださって。いえいえ、小学校でやってる時はね、うん、誰よりも長かったんだ、そのに、うん、とんでもなく下手になってた。おもう落ちる落ちる落ちる、 落ちるみたいな、落ちて、なんでだ。はい、じゃあフラフープはカナちゃんってすごかったすごかったのかもしれません。ありがとうございました。つないどかなくて大丈夫ですか。つなぐどういうこと。カノンがつないどかなくても大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、それではそれでは1時間ってね、じゃあ続きますか。カラオケをね、はい、あと30分、まあちょっとサンデスタイムもあるのであと20分。はい、何歌いますか。あれ歌いましょう。あれあれ、ない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 、どれ。ああ、はい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 、オッケーオッケーオッケー、はいはい、歌えるかな。頑張ります、頑張ります。声出していこう、女の子はおしとやかがいいとかマジ時代錯誤。
と同じことしててもつまんない、つまんない。出る杭打たれるならガンガン打たれろ、打たれろ。負ければ負けるほど We do do、 うちらは強くなる We do do、 We are strong cause we're NK。 声出していこうぜ、全部伝えるよ、言わなくてもわかるなんてこと一つもない。声出していこうぜ、君も聞かせて、だって一緒に夢の先へ駆け抜けたい。ちゃんとお水を飲んだ方がいいんだと思います、本当はね、うん、ありました。なんか歌える曲が歌えるかも、歌えるかも。はい、何それなんかないですね。キャッチフレーズをどうぞなんてキャッチフレーズある、声が噛むほど我が名のキャッチフレーズはある、キャッチフレーズ考える。でちょっと喉を休めるためにも一旦、はい、若菜のキャッチフレーズ決め、なんだろう、キャッチフレーズ、若菜なんだろうな。あ、いいこと考えた。はい、誰が推しなのって聞いて、okay。 誰が推しなの、そしたら皆さんがわかんないって言う、わかんないわかんないって言う、okay。 そんな皆さんは今日からせーの、わから推し、 OKOK、okay, okay。 最初なんて言うんだっけ、誰が推しなのわかんない、そんな皆さんは今日かな、わかんない推し、はい、わかんないだけを見ててね、オッケーオッケー、いきます。まだまだわかんないだけを見ててね。何歳だっけ、13、愛知県出身、中学1年生、12歳の12歳の相談わかんないです、わかんないっていうか、オッケーオッケー、いきます。いいですね、いいですね、はい、はい、あ、カノンからやる？オッケーオッケー、うん、え、そうだ、最初もう一回押してね、誰が押してるの？オッケーオッケー、わかんない、いい？はい、そんな皆様今日かな、わかんない、押しい、わかんないのことだけ見てね、オッケーオッケーオッケー、で、あとは全部言って、はい、はい、いきますよ、じゃあカノンから、はい、右からだから、チーム、はい、チームによっては、それではいきますね、はい、噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな女の子、おはようさんちゃん、
ありがとうございます。愛知県出身20歳のおさんちゃんことかなでるを届けて、澤田かのんです。はい、では、はい、続きましてどうぞ。はい、誰が推しなの？わかんない。そんなあなたは今日からわかの推し。私のことだけを見ててね。愛知県出身中学1年生12歳のさらわかなです。よろしくお願いします。わかな、わかなが一番かわいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日わかなから聞いたことない声の高さのわからから聞いたことない声の高さの、声が高くなる気持ちが分かった。分かった。ちょっとなりきっちゃう。なりきっちゃうってから、ちゃんと SKE だからなりきってないから。最初ちゃんと SKE だから。最初はすごい高かったから、なりたての頃はとか、そう、研究生の頃にやっぱりちょっと頑張るぞって思っちゃう気持ちが分かったってことね。そう、なりきっちゃうじゃん。カノマちゃんとか SKE だから、うん、はい。わかなは、まあ、そう、アイドルっていうものに今なりきって頑張ったわけだもんね。面白いね。そうだね、うん、そういうことよ。はい、ということでじゃあちょっと時間もいい感じなので、はい、次の曲いきますか。これでいいですか。はい、はい、そしたら、まあ、その後にちょっと最後ね、うん、最後っぽい曲を歌って、はい、終わろうと思います。はい、それではこれいけるかな。かな、2番が不安なのでちょっと頑張ります。最後のチャレンジ曲っていう感じで、うん、チャレンジ曲はここです。Oh,
方だったね。じゃあそれではもうあとラストですかね。ラストぐらいですかね。感想とかも言ってサンデスタイムをしたら、はい、ラスト何の曲にしようかな。迷うね。ラスト、あ、くまちゃんだ。わあ。ちょっと今日はねめっちゃ見逃してるかもしれないけど今気づけたから反応するね。くまきみたんさん、くまちゃんありがとうございます。くまくまありがとうございます。あ、ササラさんからも姫くまちゃんありがとうございます。あ、本当だ、姫くまちゃんでしょ。お姫様みたいでしょ。ジャスミンか、そっち系でしょ。いい、そっち系姫。お、それでは、おう、いても遠くにいてもちょっと若菜が、すいません、すいません、なのでシリーズ桜にする。桜をめっちゃ桜にしよう。頑張ってた、めっちゃ頑張ってめっちゃ頑張ってた。今度歌うから遠くにいても、今度遠くにいても、遠くにいても、それはさ、そうそうそう、歌えるか。春めいたそよ風の中、君の隣でバスを待つ。いける、どっちにする。そっちにしてみよう。やめとこ、やめとこ、うん、そっか、そうだね、はい、最後だ、最後だから、うん、しっかりしっかり入ってすの君、これそう、コースティックどっちがいい、これでいいか、どっちでもいいよ、こっちにしよう、それする、うん、では最後の曲、はい、さっきアンコールやったので本当に本当にもう時間的にも出れなくなっちゃうのでね、はい、最後の曲となります。今日は本当に皆さん、あの、たくさんね、あのコメントだったりで盛り上げてくれたり、はい、はい、サイリウムとかね、ミラボでも盛り上げてくれたりとか、うん、本当にありがとうございました。はい、最後に心を込めてこの曲を歌わせていただきます。どうぞ。この空の下を君は一人で歩き始めるんだ。いつか見た夢のように描いてきた長い道へ、制服と過ぎた日々を今日の思い出にしまい込んで、新しく生まれ変わるその背中を見守ってる。不安そうに振り向く君が無理に微笑んだ時、涙は大人になるための美
満開の季節だけど君は懐かしんでいてはいけない、木枯らしに震えていた冬を越えて花が咲く、誰もいない校庭、時に一人帰っておいて、卒業したあの日ということで、サンデースタイムの方を行っていきたいと思います。それでは今日はね、ロカナの BGM 付きでいきたいと思います。またあなたのこと考えてた、ベッドの向こうの
ということで、本日は沢田カノンと沢田バカラの姉妹カラオケ配信にお越しいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、2時間半長いかなと思ったんですけれども、あっという間でした。はい、途中でまさか生誕されるだなんて思ってもいませんでしたけど、8フレーズもできました。8フレーズも出てきました。覚えてますか、キッチン。はい、やっときます、キッチン。はい、いきます。覚えてないですね。今後練習していただけるなと思いますが、はい、どうでしたか今日。楽しかったです。楽しかったです。とっても、もういろんなことが起きて、そうですね、面白かったです。すごくなんか中身がたくさん濃い配信になりました。本当にありがとうございます。今日もとっても楽しかったです。それでは少しも来てくださった方は、ぜひここの後をピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X、Instagram チェックして、はい、まあ、私は X と Instagram、その他、まあ、メールがね、はい、あとは
トーク開発チームですが、よろしくお願いします。はい、そしてあなたは？私は X、インスタ、TikTok やってるので、はい、ぜひチェックしてください。はい、フォローもよろしくお願いします。 TikTok はね、いろいろね、歌ってみた動画とかをね、はい、あげてるので、オリジナル曲を今日ね、歌がね、気になったよって方はぜひカバーや他のアーティストさんのね、カバーだったりとか、オリジナル曲も上がっているので、ぜひ見てあげてください。はい、ということで本日は皆様本当にありがとうございました。それでは今日もこの辺で、またこやーね、ありがとう。またねー、バイバイ、いるよー、ありがとう。この後22時30分からぐずりおじさんのメイキングが上がりますので、皆さんちょっとね、楽しみすぎてもう眠くなってるかもしれないけど、ちゃんと起きてちゃんと起きてぐずりおじさんのメイキングも見るんだよ。初見さんも見るんだよ、ぐずりおじさんはい、ウェーイ、ありがとうございます。ドナルドダックの誕生日です。おめでとうございます。休日なんですよ、先輩だね。はい、ぜひね、あのリアルタイムでチャットとかもあるので、そちらでコメントとかもしていただけたら、カノンも、多分ワカノン、あれワカノン近いって言っちゃうかな、見てるので、皆さんチャットもよろしくお願いします。はい、それでさっきちょっと慌てて言っちゃったんですけど、私は、X とインスタ、そしてメールだったり握手会、トーク会もお待ちしております。そして妹の若菜は、X とインスタと、そして TikTok の方もやっています。 TikTok の方はですね、あの、ここでは聴けなかった48グループ以外のアーティストさんの楽曲をカバーしてたりだとか、あとはオリジナル曲の方も上がっていますので、ぜひ聴いていいなと思ったら、フォローといいねとコメントたくさんよろしくお願いします。私のあのあれね、オリジナル曲はインスタに上がってますので、そちらもぜひ聴いてみてください。あとなんかあれ、あ、23日の握手会カフェ、そうなんですよ、本当にありがとうございます。嬉しいです、本当にありがとう。一つ一つやってね、あの皆さんが会いに来てくれてっていうの本当に嬉しいので、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。すごいなんか感動的な感じになっちゃってる、今日なんでもない日なのにまあね、生誕祭が2つもあったからなんでもない日ではないんですけど、なんていうの、まあ、こういうなんだろう、何気ない一日もすごく感動的な曲にしてくれますね、こういう曲はね、本当に素敵な曲。改めてあの歌ってみて、本当に素敵な曲ばっかりだなって思ったので、これからもまた配信とかでしていきたいなと思います。あ、そうだよね、今日はちょっとコメント読めなかったんですけど、あの明日は朝配信をしますのでね、そちらの方では皆さんのコメントも読みつつ配信をしていけたらなと思ってます。はい、皆様今日は本当にありがとうございました。またねー。